よしソラ、それでこそあんたは男の中の男だよ。お前、勝利の小便小僧、絶対私たち勝つ。ソラちゃん、こうなったら真剣勝負よ。そっちに行ったこと後悔させてあげるわ。どう考えても私たちの方が強いね。ギちゃん、勝つあるよ。正直俺は何でもいいんだけどな。赤コーナー、合わせて500トンビューティーボアチーム、アントニオ・カグラ&長州オタエ。ちょっと、合わせてもそんなに重くないわよ。青コーナー、悪の組織もう毒舌隊、落とせ父さん&キャサリン・バーバー。誰が悪の組織だ。それではルールを説明します。このプロレスはトントン相撲プロレスです。これから相手チームとジャスタウェイでトントン相撲をし戦ってもらいます。セコンドの操縦で勝敗が決まるので、セコンドの2人は頑張ってくださいよ。じゃ始めようぜ。今だ、とどめを刺すぞ。ローリングギロチンドロップエルボーキック。勝者、猛毒舌隊チーム。今日から私の弟子にしてやってもいいぞ。おめでとう、ソラちゃん。負けちゃった。ある。さて、勝負も決まったみてえだし帰るか。おいこら、負けたのは誰のせいだと思ってんだボケ。そうある、銀ちゃんがもう少し気合い入れてたら違ってたね。そんなこと言われても俺出番なかっただろうが。まあまあ、たかがお遊びじゃないですか。そんな本気にならなくても。分かってないある。勝ったら炊飯器3つ分ご飯を食べさせてもらうつもりだったある。ていうかあんた、プロレスで勝たなくても普段からそれぐらい食ってるじゃないか。まあもう勝負のことはいいじゃない。それよりみんなお腹空いたでしょ。一緒に晩ご飯でも食べましょう。ねえしんちゃん、カレーの材料買ってあったわよね。はいはい、もうできてますよ。午前中から煮込んどきましたから。みんなでカレーを食べる。ある、ほらもっと気合い入れるんだよ。このままじゃ負けちまうよ。勝者、ビューティーボアチーム。やった。負けちゃったよ。あんたのせいで気合いが足りないんだよ。まあね、もう少し頑張ってくれると思ったんだけどね。さて、勝負も決まったみてえだし帰るか。そうだな。なあ、屋台で一杯引っ掛けていくか。お、いいね。まあまあ、ソラ君元気出して。僕らも帰ろ。今日の晩ご飯はカレーだよ。